皆さんこんにちは、まなみです。アイメイクとかチークとか左右でバラバラのものを使っているのでちぐはぐな感じになっているかと思いますが、今年の2023年のベストコスメをご紹介していきたいと思います。先にお伝えしておきたいんですけど、ベースメイク商品のおすすめが多くなってしまったので一つずつは塗ってご紹介ができなかったんですが、その商品をご説明しているときにこちらのカードの方にその商品をレビューした時の動画を載せておきたいと思いますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは早速ご覧ください。どうぞ。場所が変わったんですが、先ほどイントロ撮影中にお話しし忘れてしまったので一応お伝えしておくんですけれども、この今つけている可愛い時計はですね、 PR 動画を撮影するためにいただいた商品です。ということでベスコス動画をご覧ください。それでは日焼け止めからご紹介したいんですが、使い切ってしまって今手元にないんですけど、ブランポーの薬用美白 UV セラムジェルが良かったです。 SPF39PA3+ の商品なんですけど、医薬部外品でトラネキサム酸も配合されているのでしっかり美白ケアができる商品です。ジェルタイプでとてもみずみずしいのでスーッと伸ばすことができますし、あと白浮きもなく使えたので今年はよく使っていました。あと消炎作用のあるグリチルリチン酸ジカリウムも配合されているので炎症が起きやすい私の肌にもぴったりだったなと思います。ホワイトバーベナの香りがするので、好みはあるかなって思います。次はファンデーションをご紹介したいんですが、今年は本当にいいものを多く試せたなと思っていて、良かったものをパパッとお見せしていきますね。まずこちらです。ケランの下地とファンデーションなんですけど、この下地にはゴールドが入っていて、とても高級感があります。しかもこんな感じでとてもみずみずしいので、私の肌って角栓が目立ちやすいんですけど、しっかり潤わせて、次に塗るファンデーションがうまく塗れるようになるので、これはとても良かったです。このゴールドがたまに肌の上に残っていたりするんですけど、私は特に気にならずに使うことができました。ファンデーションはこのような感じで、私はあまり緩すぎないテクスチャーの方が毛穴落ちしないので好きなんですけど、これも少量なのでこの形を保っているのかなと思いますが、こんな感じで適度な硬さのあるファンデーションです。で、匂いもデパコスっていう感じの香りがして、私は苦手ではないので使えています。で、結構どのツールでもうまく塗れて仕上がりもよれたりとか毛穴落ちもなくて綺麗なので、初めてこの組み合わせで使った時は感動しました。みずみずしい下地と合わせれば少しツヤっぽく見えますし、マットの下地と組み合わせればよりマットな仕上がりになるので肌の調子に合わせて使えるっていうのも良かったです。デパコスつながりで言うとこちらですね、 RMK のラスティングジェルクリーミーファンデーション100番 SPF23PA2+ です。これは昨日マスク検証が終わったのでこれから編集しないといけないなと思っているんですが、この動画の前にアップできているかわからないんですけれども、とても塗り心地のいいファンデーションでした。カバー力はそこまで高くなくて毛穴の黒ずみも少し見えるかなっていう感じなんですけど、でもその分重たさがないファンデーションで乾燥もせず皮脂でテカテカになることもなく使えたファンデーションです。これもどのツールでも塗りやすくて毛穴落ちとかムラにもなりにくいですし、ただメイク直しをするときに少しよれるなっていうのは感じたんですけど、そこまでよれたり崩れたりとかもしないのでメイク直しをする必要はないかなと思ってこれもベスコスに入れさせていただきました。で、ちなみにこちらはセミマットのファンデーションなんですけど、ツヤが出る日焼け止めと合わせたらセミツヤくらいの仕上がりになったので、これも合わせる下地によって変わるかなと思います。まだまだあるのでパパッといかないといけないんですが、こちらのシンピュルテのアンビシャスビューティーセラムファンデーションで、私が持っているのは02番のやや明るいベージュです。で、こちらはツヤ系のファンデーションなんですが、何に驚いたかというと、公式ホームページの説明とかを読んでいる限り自然な感じな仕上がりなのかなと思っていたんですよ。肌に優しいのを歌っていて自然派な感じのブランドなのかなと思っていて、薄いだろうなと思って試してみたら結構高カバーだったんですよ。それにとても驚いたんですけど、髪とかも結構カバーしてくれて肌悩みがほぼ見えないくらいまでカバーしてくれたので、高カバーなもので、でも重たすぎないものをお探しの方にこちらぴったりだと思います。意外とこんな感じでみずみずしいんですけど、でもカバー力が高いんですよね。私の中では結構不思議に感じているファンデーションです。次はプチプラなんですが、こちらのマジョリカモジョルカマジカルカラーベース色付き日中美容液化粧下地 SPF50+PA4+ です。こういったグリーンのカラーでベージュに変わってくるんですよ。
こことここで全く色が違うと思うんですけど、赤みをカバーしつつ塗れる化粧下地兼美容液で、すごくカバー力は低いんですよ。なのでちょっと近くまで買い物に行くとか、そういう時のベースメイク商品だなと私は思っているんですが、すっぴんよりはいいっていう感じです。でこれもとても塗りやすかったんですよね。なかなか私の肌って角栓があったりとか毛穴も開いているので、ぴったりくるファンデーションって探すのが難しいんですけど、これはプチプラの中で良かったです。今掃除をしがてら祖母の家に来て撮影しているんですけど、エブロンのファンデーション忘れてしまったのでこちらに載せておきます。これも結構カバー力が高くて、私の肌だとかなり皮脂が出てきたので乾燥しやすい今のような冬の季節にちょうどいいなと思っているんですけど、プチプラの中でいいと思ったファンデーションの中では一番と言っていいほどカバー力が高いです。なので冬は少し乾燥しやすくてしっかりカバーができるファンデーションが欲しいっていう方はレブロンがおすすめです。ちょっと一気にいきますね。クッションファンデーションはこの2つが今年は良かったです。こちらがロマンドのブルームインカバーフィットクッション SPF40PA2+21N ナチュラルと、こちらがバニラコのカバリシャスアルティメットホワイトクッション SPF38PA2+21 のアイボリーです。こちらがミディアムカバーで、こちらがハイカバーっていう感じのクッションファンデーションで、今の時期に使いやすいのはこちらかなと思います。少しツヤも出ますし、あと毛穴も隠しやすいです。崩れ方もそんなにひどく崩れないので結構使っているんですけれども、かなり手軽に塗れるクッションファンデーションなので、毎日メイクをするときに何も考えずに使えるファンデーションだなって思います。でバニラコの方は高カバーなんですけど、量を調節して塗ればそこまで厚塗り感が出ずに塗ることができます。結構密着力が高くてマスク崩れもしにくいなと思ったんですが、ロマンドと比べると若干テクニックはいるかなと思ったんですけど、マスクの擦れには強いかなって思います。肌をしっかり保湿した上から塗った方がいいなと感じたファンデーションなんですけど、この2つは気分に合わせて使い分けています。ただ色味がですね、こちらがロマンドで下がバニラコなんですが、ロマンドの方がピンク味が強くてバニラコは白っぽいです。なのでバニラコは若干私の肌には白っぽいかなって感じているんですけど、次買うときはもう一段落とした色を買おうかなと思っているんですが、とりあえず色味はこんな感じです。あともう一つですね、最近よく使っているもので、こちらがアクセーヌのスーパーサンシールドブライトウェル02番クリームベージュ SPF50+PA4+ です。ここにフォーセンシティブスキンって書いてあるんですけど、本当に今年は肌が荒れた年で、顔もそうですし体にも黄斑ができたりしてしまって、炎症とあと痒みに悩まされたなっていう年なんですが、前から何回か使っていて肌に優しいなって感じていたんですけど、肌がかぶれた後治ってきて、パウダーファンデーション以外で次に初めて使うベースメイク商品は何にしようかなって考えた時に、やっぱりこれだなと思って、最近はよくこちらを使っています。こちらは以前のメイク動画の時に塗ってお見せしているので、そちらの動画をカードに貼っておこうと思うんですが、カバー力はそこまで高くないです。で酸化亜鉛も入っているので、それがダメっていう方はもしかしたら肌に合わない可能性もあるんですけど、私はこの商品に入っている酸化亜鉛の量であればそこまで角栓は爆発しないかなと思っていて、最近はこちらをよく使っています。ベスコスなのに1個じゃないのって思われてしまうかもしれないんですけど、全部それぞれ良かったです。忘れていたんですけど、あとこのロマンドのベアウォータークッションもよく使っていました。これはカバー力がかなり低いんですけど、マスク崩れがしにくくて、今回ご紹介した中だとこの2つがダントツにマスク崩れが少ないので、その分カバー力が低いっていうのもありますが、でもこれがやっぱり一番かな。カバー力低いのは結構みずみずしい商品なので、そこまでメイクをしている感を出したくない方にもいいと思います。今日はどのファンデーションを使うか迷うんですが、 RMK を使っていきます。ファンデーションブラシを忘れてしまったのでこれで塗っていきます。軽く塗ってもこのくらいの差が出ます。いつも使っているスポンジとかブラシだともっと綺麗に塗れるんですけど、こんな感じで綺麗ですよね。ファンデーションを塗り終えました。なので次はパウダーをご紹介します。で一番使う頻度が高いパウダーっていうのがシャネルのプードリーニベルセルリブレーヌ20番なんですが、去年のベスコスでご紹介しているので今年は違うものをご紹介していきます。まず一つ目がこちらのエレガンスラプードルオートニュアンスの1番です。このようにパープル、オレンジ、ピンク、グリーンとホワイトのパウダーが入っていて、いつも適当に混ぜて使っているんですけど、これを塗ってみますね。
ィルターをかけたかのような肌に仕上がるんですよ。で、見た目は結構マットに仕上がるんですけど、肌を触ってみると全然サラッとはしていますが、乾燥する感じもなくて、やっぱり人気な商品ってそれだけいいものなんだなっていうのを実感できた商品です。塗っていない方と比べるとこのような感じで、ふわっとサラッとした肌に見せてくれるので、とてもファーダーの質がいいです。おでこもこちら側に塗ってみたんですけど、こちらに比べたら全然毛穴が目立たないですよね。初めて塗った時本当に感動しました。で、このように若干トーンアップするんですけれども、浮かない程度です。で、このパウダーは皮脂吸着力はそこまで高くないので、時間が経つと少しテカリが気になってきてしまうんですけど、以前教えていただいたんですが、普通に朝メイクする時はシャネルのパウダーでして、これをお直しで使っているっていう方がいらっしゃったんですけど、私の肌質と似ている方はそういう使い方がおすすめかなと思います。逆に乾燥肌の方とか普通肌の方であれば、朝からこれを使っても崩れることはないと思うので、人気なので持っている方が多いんじゃないかなって思いますが、もしお持ちでない方はぜひお試しください。で、もう一つパウダーのおすすめがあるんですけど、アイユアのセラムフィットルースフェイスパウダーの1番です。で、これはパフがついていて、私のおすすめポイントがこの蓋なんですけれども、ここが開けられるタイプになっているので、ここに溜まってしまうっていうことがないんですよ。それにかなり感動しました。私はよくここに粉がたくさん溜まってしまって大惨事になっているので、シャネルのパウダーとかも何度それをやったかわからないんですけど、この蓋があるかないかでかなり変わるなって感じました。パウダーはこのように白いパウダーで、粒子がかなり細かくて片栗粉のようなパウダーです。今日スポンジのせいであんまりファンデーションがうまく塗れなかったんですけど、この上からのせてみます。これも少しフィルターをかけたかのような肌に見せてくれます。こちらのエレガンスがかなり強すぎて、比較すると物足りなく見えてしまうかもしれませんが、結構毛穴をぼかしてくれます。で、触るとかなりサラッとするんですよ。エレガンスはしっとりしているんですけど、バイユアはサラッとしてくれるので、これが持続されるので、私の皮脂が出やすい肌にはこちらの方が皮脂抑制力はあると感じていますが、でもどちらも本当にいい商品です。なので皮脂が出てくるのが気になるっていう方はバイユアの方がおすすめです。このツヤ感とかでわかるかと思いますが、こちらの方がまだツヤがあるように見えるじゃないですか。でも触るとサラッサラで、こちらはあまり光を反射していないんですけど、しっとりしているんですよね。なのでツヤ感が完璧に消えない方がいいっていう方はバイユアの方がいいのかもしれません。で、こう陶器肌にしたい方はエレガンスがいいのかなと思います。アイブロウはビスコスがないので簡単に描いてきます。次はアイシャドウのビスコスなんですが、3つご紹介したいものがあるんですけど、この中でもベストなものを先におすすめさせていただきたいと思います。デイジークシャドウパレットの2番ローズペタルです。こんなパレットでラメ入りシャドウが多くてですね、この3つ以外は何かしらラメが入っています。かなり時間がなくて装置ができないので、いつも私がしているアイメイクをご紹介する形でいきたいと思います。こちらは昨日撮影したので、そちらをご覧いただきたいと思います。まずこの右上のアイシャドウを取って、まぶた全体に広げていきます。で、この後すぐに赤いラメを重ねていきます。結構しっかり発色するラメなんですが、ゴールドとシルバーのラメが輝いていて綺麗なんですよ。上段真ん中のラメシャドウを赤いシャドウを塗った上の部分に重ねていきます。で、涙袋に右上のラメを重ねるんですが、これは多色ラメになっていて、ブルー、シルバー、ピンク、ゴールドなどのラメが入っているんですけど、これを涙袋に入れてラメラメにしています。2つ目にご紹介したいのがこちらで、これは限定の商品だったのでご紹介しようか迷ったんですけど、ただこのアイシャドウパレットとファンデーションのセットで確か売っていた気がするので、一応ご紹介していこうと思います。このような色味のパレットで、この色がかなりクールトーンなので、この色が合いそうな服装の時に使っていたっていう感じなんですが、よく使っていて、ここの色はもう少しで底見えしそうかなっていう感じです。ということで、こちらの目に塗っていくのでアップでお見せしていきます。まずこの色から塗っていきます。少しピンクがかった色で、まぶたを明るく見せてくれるカラーです。久しぶりに使うので順番を忘れてしまったんですが、こちらを使っていきます。これを結構しっかりめに塗るのが好きで、これくらいまで塗ります。で、こちらのラメをつけて、
かなり細かくて繊細なラメなのでギラつきすぎなくてここが綺麗だなって思います。こんな感じです。涙袋にはこの色を重ねていきます。先ほどご紹介したデイジークのアイメイクよりは控えめで、ラメも小粒なのでちょっと涙袋のラメを控えめにしたりすればどこへ行く時でも使えるアイメイクなのかなって思います。今度こちらのアイメイクを完成させたらマスカラまでしていきますね。もう一つご紹介したいのがこのリエンダビューティーのパレットリエンダー06番スパークリングローズです。これは去年のクリスマスコフレの中に入っていたアイシャドウです。これはもうラメがかなり強くて、しかも発色もしっかりしてくれるので海外コスメのようだなって感じた商品なんですけど、これから使ってみて発色をお見せしたいと思います。ではまずはこちらから使っていきます。ほらすごいですよね。少し取っただけなんですけどこの発色なんですよ。しかもラメもキラキラしています。こちらを取って、これはラメが控えめなんですが、これを大幅より少しだけ広めに塗っていきます。この発色すごくないですか？こちらと比べると薄く見えると思うんですけど、こんなに違います。次にこの右下の色を取って大幅に塗っていきます。でスパークリングローズっていう名前なので、オレンジ、シャンパンカラーとあとローズ系のカラーが混じった色なんですが、結構オレンジが強いなと感じたので、ローズが主役っていうよりはシャンパン系とかオレンジっぽさが主役かなって思います。でも今最後に使ったこちらをメインで使えばもう少しローズ感を出せるんですけど、こちらの2つがオレンジ系、ゴールド系なのでこんな目元に仕上がります。最後にこちらの色を取って涙袋に重ねていきます。このアイシャドウを使うと完璧目が主役っていう感じになるので、離れて見てもしっかり色がわかると思います。目を主役にしたメイクをしたい時におすすめです。私このパレットのパープルが入っている色が欲しいなとずっと思っているんですけど、まだ買えていなくて、ずっと欲しい欲しいって言っていて、カゴにも入っているんですけどまだ購入できていないんですよ。デパコス価格で6000円ぐらいするんですけど、全色揃えたいなっていう夢があります。あとはベストグリッターがあるんですが、それがこちらのウォンジョーニョダイヤモンドライナーの01番ピンクフィーバーです。筆タイプになっていて、こんなグリッターです。本当に多色ラメで、こんな感じでシルバー、ピンク、ブルー、グリーンなどが入っているラメです。細かいピンクのラメがたくさん入っているので、色味自体はピンクっぽく見えます。こちら側に塗ってみようと思うんですけど、これ本当に可愛いんですよ。こんな感じです。遠くから見た時とかにすごく可愛いなと思ったんですけど、涙袋も強調されますし、液自体の色味が強すぎないので肌に馴染みやすくて、ラメだけがキラッと輝いてくれる感じで本当に可愛いです。一体何にしようか悩んでいる方、ぜひこちらをお試しください。私は店頭で色味を確認してから購入したんですけど、プラザだったかな、お店に置いてあるので気になる方はぜひ手に取ってチェックしてみてください。わあ、私また持ってくるの忘れたんですけど、マスカラの下地としておすすめなのがキャンメイクのクイックラッシュカーラーのクリアのマスカラです。また後で動画を撮影しようと思うんですが、コームタイプになっていて、液は若干白っぽいんですけれども、これをまつげに塗っていくと1日カールがキープされます。後でご紹介するマスカラのおすすめがここまでキープ力が高くないので、このクイックラッシュマスカラを重ねて使うっていう風にしているんですが、これを使い始めてから人生が変わったなっていうくらいまつげのキープ力が高いので、しかもプチプラですし、かなりおすすめです。マスカラのおすすめがこちらのミルクタッチ AD ボリューム&カールマスカラのローズブラウンです。こんなブラシタイプで、このような赤みのあるカラーです。少しとしてご紹介しているのにこんなことを言っていいのか分かりませんが、私の一番の最推しマスカラはコーセーのマジックキープマスカラでしたっけ、のダークチェリーなんですよ。それが限定で今も売っていないので、代わりに見つけたこちらを使っているっていう感じです。まあ、色味が本当に可愛いので使っているんですが、という事情があってこちらを使っています。私なんとビューラーを忘れました。とりあえずマスカラを塗りますね。後からどうにかしましょう。でこれは結構乾くのが早いんですよね。液がそんなにたっぷりつかないからだと思いますが、
色味はこのような感じです。こちらの方がよく見えますかね。しっかり撮影したものは今お見せしたいと思います。あとはチークなんですが、ラカのチークがおすすめです。このチークもおすすめなんですけど、今もついてくるのかわからないんですが、このブラシがとっても良くて、とっても柔らかくて肌当たりもいいんですよ。でもサイズもぴったり、この頬の大きさにちょうどいいチークブラシなので、こちらは本当におすすめです。今日はこちらのラブシルクブラシ705番エンジェルを使おうと思います。ベージュピンク系のカラーなので、普段使いしやすい落ち着いた色味です。こちらに塗っていきます。私肌の赤みが強いので分かりづらいと思うんですが、ここに塗ってみました。両方同じ色を塗っていく予定だったんですけど、反対側にこちらを塗ってみようと思います。703番のアイコンです。この色もサイドが明るめですごい可愛いんですよ。このアイシャドウとの組み合わせもよくやっていたんですけど、この明るいピンク色がとても可愛いなと思います。ふわっと発色してくれるので、一部分にドバッとつきすぎないのもおすすめのポイントかなと思います。あとリップなんですが、接触性甲子炎が出やすいので、いろいろ試したりはしているんですけれども、あまり合うものがなくて、やっぱりリップモンスターが一番合うっていうのと、あとこういうワセリン、これはサンホワイトなんですが、これを塗ったりしているんですが、最近試したこちらが荒れなかったんですよ。なのでこちらを持ってきました。Dプログラムリップモイストエッセンスカラーのレッドです。こんな感じで出して、このまま塗れるっていう商品なんですけど、私は指にとって塗っています。このようにプルプルな唇に見えるんですけど、言ってみればリップグロスのようなものです。ティント効果があるわけではないので、ティッシュで数回ポンポンとすると落ちますし、あと食事をしていても落ちます。なので敏感ではない普通の唇をお持ちの方にはおすすめできないかなと思いますが、どのリップとかリップクリームを塗っても唇が荒れるっていう方は、成分を確認した上でぜひこちらをお試しいただければなと思います。最近このネイルにハマっておりまして、なぜハマっているかというと、こちらのシャネルの以前よく使っていて、そのマニキュアどこの商品ですかって言われていた商品に似ている色なんですね。こちらは残念ながら廃盤になってしまって、もうゲットできないので、似た色を探していたらこちらに出会いました。やっぱり若干色味は違くて、こちらのシャネルの方がパープル感は強いんですけれども、ほぼ同じかなと思ったのと、あとはやっぱり私こういう色が好きなので、今回ご紹介したいと思います。どちらも上のキャップを外すとこのようになっていて、人差し指にシャネルを塗って、中指にこのネイルズインクの色を塗ってみます。こんな感じで、こちらがシャネルで、こちらがネイルズインクです。やっぱりこう左右で比べてしまうと差が分かってしまうので悲しいんですけど、でも両方可愛い色じゃないですか。最近手荒れもすごくて汚くて申し訳ないんですけど、こんな感じの色味です。で、私はいつも OPI のプライマーと、あとトップコートを塗っているんですけど、それを塗ると結構長持ちして、1週間とかは全然剥がれないかなっていう感じで持ってくれるので、このネイルズインクもおすすめです。はい、ということで2023年のベスコスをご紹介していきました。何かご紹介し忘れていると思うんですけど、以前の動画でいいってお伝えしているものはいい商品なので、あれこの商品のお話していないなって思った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、忘れているだけなので、もしこれはっていうものがあればコメント欄で質問していただければと思います。最近バタバタしすぎていて、撮影の時間もあまり取れなくて、この12月に撮影するのも少し難しそうだなと思っているので、あまり動画が投稿できなくなるかもしれませんが、今日はその忙しい時期も頑張って乗り切りましょう。はい、ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。